クローズメールはオープンソースで開発が行われている電子、メールクライアントである。Windows、Linux、BSD をサポートしている。高性能さ、軽快な動作、特に起動時間の速さに定評がある。2001年4月、シルフィーズの開発ブランチとしてシルフィーズクローズが開始した。新機能のテストを行うための実験ブランチとしてスタートし、 定期的にシルフィーズと同期が取られていたが、多くの機能が盛り込まれ続けた結果、同期が困難になっていく。2005年3月、シルフィーズクローズが GTK プラスにへ切り替えが完了したことでその差は決定的になり、2005年8月、シルフィーズの開発者である山本博之が方向性がマニアックすぎる全体として、 まとまりに欠けると判断したことでシルフィーズからフォークし完全に分離した2006年11月クローズメールに名前を変更した2017年12月17日リリースのバージョン3.16例以降は日本語対応したクローズメールの主な機能は以下の通りクローズメールはスキンテーマやプラグインをサポートしカスタマイズをしたりスパムメールフィルターや アンチウイルスなどの機能を追加することができる。代表的なプラグインには以下のものがある。ありがとうございます。